俺たちのバンドは一応あのハードロックのオリジナルでやってるんだけども、今年で31周年になりました。で、まあ、あの現メンバーでは27年で、まあ、今日もねみんなを楽しませるためにみんな練習してるんでよろしく頼んで。オカルト。じゃあ2曲続けて。了解しました。どうもありがとうございます。さすがですね。早い。師匠の早い。さすがなんですよ、いつもリバプールさん。私たちもね、30年間ずっとお世話になってて、ここで何回も出していただいてるんで、さすがです。リバプール。ありがとうございます。じゃあ2曲続けて、トゥルース・オブ・フュージーとロックンロールナンバーでセルフィッシュクリーン。Oh, no.
Yeah.
決勝まで行った今日ね、これで3曲聴いてもらったんですけど、結構俺たちオリジナルだけどいいでしょ、曲は。ありがとう。で、ぜひね、今日帰る時には裏ファンになって帰っていただければと思います。よろしく。じゃあ、あとね、俺たちのバンドはアンコール曲以外は、アンコール曲以外は撮影自由なんで、もうどしどし撮影してもらって、ビデオを録画してもらって、SNS にガンガン上げてもらえればと思います。で、SNS にガンガン上げるときには必ず今日もルールは最高だったぜっていう一言を付け加えてアップしてくれると嬉しいね。 OK、オーライ。じゃあ、上げないよ、上げてよ。じゃあここで一応ね、バラードでニューディパーチャーデイって曲をやりたいと思うんだけど、その、ニューディパーチャーデイ、前はねニュークリアデイメモリーズっていう曲、タイトルだったんだけど、ちょっとタイトルがダサすぎたんで、今日からニューディパーチャーデイっていう曲に変更しますんで、はい、じゃあよろしく。じゃあニューディパーチャーデイ。Yeah.
ロンリーウーマン。Oh, no.
ナンバーでロンリーウーマン弾いてもらいました。でここでねあと2曲になりました。だけどまあ、あのちょっとここまでみんなで聴いていただいたんだけど、次の曲はね、ドライブミークレイジーって曲やりたいと思うんだけど、これはみんなで歌いたいと思う。 OK。 じゃあ、あの、いや、一緒に歌うとさ、やっぱりライブにこう来たっていう一体感が生まれるんで、ぜひみんなで歌ってもらいたいと思う。じゃあ俺の後に続いて You Drive MeCrazy! Okay, 俺もう一丁 You! You! Drive me! Drive me! Crazy! Crazy! ありがとう。じゃあこれをメロディーでいくと You drive me crazy! Okay, もう一丁 You drive me crazy! Okay, じゃあこれあのサビの部分みんなで楽しんでいきたいと思うんでよろしく頼むぜ。Drive me crazy。Everybody come on! You're the fighter, boy. Hey, hey, where are you?
ろしくお願いします。ラッキュー。じゃあみんなで You Drive Me Crazy の掛け声いくぜ。いくぜ。 You Drive Me Crazy。 OK, one more time。You drive me crazy. You drive me crazy. Okay, 2階席も行くぜ。 You drive me crazy. Okay, ありがとう。じゃあみんな行くぜ。 One, two, one, two.報告がありますんで。すいません、まあ、皆さんご存知の人もいるかもしれませんが、ザ・ドゥーラ、ボーカリスト、アンディ・フミノかねてより、交際が噂されていました、一般女性と、先週、見事入籍いたしました。おめでとうございます。頑張らないと。おい、余計なことは話さないでいいが。はい、いい。あ、俺、6月9日、ロックの日に、あのめでたす、あの2回目の結婚をさせていただきましたので、新たにね、家族も増えまして、これからもあの人生、ロックで頑張っていかないといけないと思ってるところで、みんなもよろしく。はい、ありがとう。じゃあ、 あの最後のね曲、あのラブフォーエバーっていう俺の作詞作曲の曲をやりたいと思うんだけど、今回はね一応あの俺と俺の家族にあの捧げたいと思いますんで。じゃあ最後の曲で、あ、ケンヤさん、なんですか、あそこにいます、後ろにいるんだろう。ありがとう。あのラブフォーエバー、あの家族に捧げるラブフォーエバーと言います。
本当にみんなありがとうございます。でリバプールのスタッフの皆さん本当に今日はありがとうございます。で最後のね曲、前回30周年記念ライブをやった時に、ランキングトップ10の方でやらせてもらったんですけど、今日は本当にどうもありがとう。サンキュークリナチェル。じゃあ今日本当に来ていただいて皆さんに感謝です。ありがとう。またライブに来てくださいね。おめでとう。まあハードロックな曲で締めたいと思うんで、ちょっと乗れないかもしれないですけど、すいません。じゃあハードロックな曲で、ちょっと待って、ちょっとギター電源切っちゃったから、ちょっと待って。今日は十分楽しめたでしょうか、我々のライブは。ありがとう、ありがとう。
たぜひね来ていただければと思いますんでよろしくお願いします。あのホームページやあの YouTube でいくらでも我々のオリジナルの曲は聴けるのでぜひあの帰ってねザ・ルーラーで検索していただいて聴いていただければと思います。 OK ありがとう。じゃあ最後ちょっとハードロックな曲でワイルドライフ。Oh!